はい、低山放送鉄道です。お疲れ様です。おはようございます。朝日が眩しい九州はピカッと晴れておりますけれども、皆さんのところはいかがでしょうか。今日はね、珍しくいいニュース、多分2024年問題でわちゃわちゃやり始めてから初めて一番いいニュースが僕のところに飛び込んできたということで、これをね、どうしても紹介したいなと。もう明るいニュースですよ。今日の朝日のようにとても明るいニュース、こういうニュースが欲しかったんだよという、そういうお話、もう希望に満ち溢れてキラキラするお話を、これからしたいと思うんですけれども、一旦ねちょっとコメントを挟ませてもらっていいですか。これごめんなさいね、全然関係ない、そのキラキラしてない話なんですけど、コメントいきますね。俺は世間のニュースや周りの話ではなく、てっちゃんのリアルを聞きたいんだよねっていうそういうコメント聞きまして、九州に引っ越したんでしょ、そんで運送屋で働くてっちゃんの話を聞きたいと。クビになったのは分かったよと。まあこの方、だいぶ僕の動画見ていただいてるみたいで、本当にどうもありがとうございます。ということ、なんですけれども、これの返信ですね、返信に違う方が返信してまして、これがですね、運送屋で働いてないのでは、関東圏の人が九州で働くとか無理ありすぎる。関東圏で九州ナンバーの大型車をよく見かけるのに、逆は少ないのが全てでしょう。関東圏の牛丼屋の方が地場走るより稼げますよ、みたいな、そういうまあネガティブオーラ全開のコメントを、こちらの、さっきの方に返していると、こういう段取りになってるんですけれども、まあよくわかんないですね。運送会社で働いていないのではっていうのは、一部ちょっとね、僕もわかるはわかるんですよ。もちろん出してないのでね。そしてこの、ね、関東圏の人が九州で働くとか無理ありすぎるって言うんですけど、どこがどこが無理なんでしょう。実際僕は働いてますしね、運送会社でね。まあその話は後でしますけれども、で、関東圏の牛丼屋の方が地場走るより稼げますよっていうのは多分、関東圏で牛丼屋でアルバイトした方が九州の地場便よりも稼げるよっていう意味なのかな。ちょっとね、言葉足らずでよくわからないんですけれども、関東圏で九州ナンバー、大型車をよく見かける、見かけます?そしてまあ僕関東圏30年も関東にいましたんでね、関東圏の人は九州で働く、まあ九州の運送会社で働くのは無理なんじゃないかという、そういうご指摘であるんですけれども、そして今現在ね、僕ね運送屋で働いてるんです、実は。ただこれ言ってなかった、これなんでかというと、前2社が、要はそのまあ血圧が高いとか、その YouTube やってるから、ちょっとうちでは働けませんみたいな感じでクビになったりとか、そういうことがあったので、この動画でお話ししていないこういう会社に入って今こういうトラックに乗ってこういう仕事してるんですよ、今九州回ってるんですよみたいな、そういう仕事をしてるんですけれども、そういう仕事をしてると言っていないんです。これまあ今言った通り、前の2社がそういうちょっとね、動画関係も絡んでて、ちょっとクビになったのかなっていう警戒心僕の中にもあったので、会社の方の様子を見つつ、ちょっと今は出すべきじゃないなと。なので2社目もクビになったとははっきりと明言していないはずです、僕は。なのでこういう働いてないんじゃないのみたいな、関東圏の人無理でしょみたいな意見になってしまうのは、まあある程度こうしょうがないかなとも思うんですけれども、実際働いてますよと。そして関東圏の僕が九州のまあ九州便ですね、これ僕も今働いてるのはこの九州地方と、まああと山口とか広島ぐらいまでね、月に1回ぐらい行くんですけど、行くらしい、まだ僕は行ってないですけど、そういう会社働いております。なので、まあ、もちろん、ちょっと後ろにも書きましたけど、希望があるんだったら、どんなトラック乗って、どんな、まあ、荷物はさすがに移せないですけど、どういう仕事で、まあ、こういうトラック乗ってますよと、トラックの中から、撮ってもいいなと思うんですけど、僕の場合ね、この部屋の中から情報発信するスタイルがもう、定着してます。もうすぐ5年になります。まあ、今月いっぱいでね、6月になったら5年になりますので、なので、あんまりトラックの中から撮っても需要がない
かなと思って、まあ普通に会社の様子とかトラックの中からお話しするという動画は撮っていないだけです。もし見たいよ、僕が乗ってるトラックどんなのって見たいんだったら今度撮ってきますけど、興味ありますか？だってこういう情報発信している動画を見る人が、僕がトラックに乗って、いや今日はね、まあ例えばそう、今日は大牟田市に行ってここで降ろすんですよとか、今日は箱崎ふ頭2回戦ですみたいな動画、面白いですか？それは別にヒゲちゃんの動画で間に合ってるよと、みんなさん言うんじゃないかなと思って別に撮ってないだけです。はい、見たいんだったら、じゃあちょっと撮ってくれよと、需要があるんだったら持ってきますけれどもね。はい、すいません。そしてだいぶ長い前置きになりました。いいニュース早く言えよっていう話ね。ごめんなさいね。はい、皆さんの給料がリアルにこれ本当に増えるんじゃないかといういいニュースが昨日入ってきました。これね、日経新聞の記事なのかな。ちょっとまたこれコメントというか記事を読ませていただきますね。コートリーってのは公正取引委員会かな、公正取引委員会が、下請けいじめ防止へ法改正検討、トラック荷主の運賃買い叩きも強化、規制強化っていう、こういう記事、ニュースが出ておりますね。公正取引委員会が、ついに動くぞと、これはもう国の本気度がね、やっぱ違うなと。そして、コートリーが言っている、もうことは結構ね、荷主ではなく、運送会社にだいぶ寄った感じの、考え方をしているなと。やっぱりこう、2024年問題で、荷物が届かなくなるのが相当怖いんだろうなと。自分らも困る。こいつらは国の上の方のやつらは自分が困ることに関してはものすごい率先して動いて改革していきます。まあ皆さんご存知の通り、僕よりも皆さん知ってると思いますけど、なのでちょっと危機感があるんだろうなっていうことで小通りが動きました。はい、もうちょっと読みます。大企業による下請けいじめの規制を強化するという、すでに日産、まあこれ言ってもいいかな、日産自動車。日産自動車は、まあ、ご存知の通りね、外国の社長さんがいろいろバッサバッサやりましたよね。はい。続き言いましょうか。日産自動車をやり玉に上げて、大企業が相場よりも安い単価や不当な条件で下請け事業者に仕事を強いる、いわゆる買い叩きが横行している実態を明らかにしていたが、コートリーでは価格の据え置きを強いる行為が下請け法上の実質的な、買い叩き、あ、いいですね。買い叩きに当たると明記する方向で法改正を検討すると。もう買い叩きですよと。いけないことあなたやってますよね。日産。N さん自動車さん、こういうのいけないんですよ、ダメですよっていうのね。はい、コートリーがね、運送会社の方に寄ってくれたという、そしてまあ日経新聞の一面の準トップで報じているそうですね。コートリーは2022年の運用基準で、価格交渉をせず、取引価格を据え置く場合の買い叩きの定義を示したが、さらに規制を明確化するため25年にも下請け法を改正して条文への明記を検討する、こういうことですね。まあこれね、コートリーが動くとなったら、法改正もすんなり進むでしょう。やっぱりね、運賃ね、もう好き勝手に決めてますよ。やっぱり国土交通省が定めている標準的な運賃、これありますので、これを基準に決めるのが普通です。当たり前です。国が基準も決めてるわけですから。ただ企業さんの方は、いや、なんぼでできんの、なんぼで走れんのみたいな、とにかくもう価格交渉ありきみたいな、運賃交渉を今までずっとしてきました。否定はさせませんよ、荷主の皆さん。僕は配車係として運賃交渉を何度もやりましたから。そして関西の会社に限って一言目、なんぼで走れんのみたいな、もうそこから値段で折り合わなければその後の話すら聞いてくれないっていう状態が何年もあった。はい、もう大変でした。すいません、もうちょっと行きますね。また運転手の残業規制が強化された物流業界における荷主と運送業者との取引への対応も焦点ですね。これいいですね。運転手との残業規制が強化されましたよね。はい、物流業界における、要は荷主、僕らの所属している運送会社と荷主との取引の対応ね、これをちょっと注目して見ていると。
まあ、現行法では、ちょっと認められてないところを、これから、深掘りして、運送会社の方に寄った、法規制をしていくという、そういう話になってますね。まあ、あとはいろいろ、まあ、記事長いんでね、運転手不足の、輸送力の低下が懸念される物流の2024年問題を受け、公取が下請け法改正に乗り出すことが分かったと。もう乗り出すんです。乗り出しますよと。もう下請けいじめは許さんですよと。その心は何ですかと言ったら、自分が困るから、ということになりますね。はい。まあ、本音と建前というのはね、何にせよありますので、はい。なので、こう、著しく低い水準に抑える替え叩きを行う荷主を迅速に取り締まれるようにすることで、運送事業者がコスト上昇分を価格、取引価格に転嫁しやすくする狙いがあるとも伝えていると。こういうことですね。公取は別に、運転手の給料を上げようとは思ってない。うんね。正直言うと。ただ、自分たちが困るのが嫌だから、そういうことをやっている。それによって、まあ、僕らは、おっしゃる通りです、そうですねって、上がればですね、その分、コスト上昇、まあ、燃料も高いですし、物価も高いので、それで、まあ、利益を食っている分を補填できるだろうと。そして、その先に、運賃が、上がって、給料にまで跳ね返ってくるんじゃないかという期待感ですね。政府は価格転嫁を推進することで、運転手の賃上げや、担い手確保を後押しするような考えのようだがと。ただ、その価格転嫁はやがて消費者に、付け回されて負担になり、ともなりかねない、みたいなことで、結局価格が上がれば最終的にエンドユーザーが負担するというのはまあ世の常でありますので、まあ記事もうちょっと続きますけど、ここら辺で終わりますね。はい。なので、僕らが、重要視するのは僕ら運送物流の、そして末端の運転手という、職業に ついておりますので、ここでまあ、公取が下請けいじめとか、安い運賃でとにかく走らせるみたいなのを、規制して、まあ、その先どうなるか、国土交通省が定めた標準的な運賃にはきっとならないと思います。あれは今まで、ちょっと殿様商売してきた荷主にはちょっと難しいですし、今のちょっとね、物価高を見ると、荷主さんの方も厳しいのは僕も理解します、言って。なので、あそこまでの運賃には、あんまりならない。まあ、なってる企業さんももちろんありますよ。不景気あんまり関係ないとか、盛り上がってる半導体みたいな、そういうのはね、別ですので。ただ、一般で今までやっていたような荷物は、そこまでの高運賃にはならないはずですが、逆に、これまで、二次受け、三次受け、よし受け、みたいなところがやっていたようなまあ帰りにだから半額ねとか燃料代、まあよく僕ら言ってた関東から大阪に例えば荷物を持っていきますと、そしたらその運賃が75,000円です、安っみたいな。ただまあ、ちょっとは利益出るから、じゃあ75,000円でお願いします、行きますって言って、そしてじゃあ、名古屋からね帰り便が出るんだよ、すごいでしょみたいな。あ、名古屋から帰りすごいですね、いくらですか、2万8,000円みたいな。ふざけんなこの野郎みたいな。お前ピンとしてやるぞみたいな、そういう運賃をね平気で言ってくるんです。帰りにだからいいでしょ、高速乗って帰れるだけいいじゃんみたいな。もうタダで高速乗って帰れるんだから2万5千円みたいな。25,000円で受けてくれるっていう運送会社あるんだけどね、みたいな、そういうことを抜かしてた、ずっとそういう交渉してた荷主さんは、それをやっぱり、名古屋からやっぱり東京、横浜までだったら、6万とか6万5千円とかね、まあ、その荷物とか、形状によってちょっと違うんですけど、まあ、ちゃんとした運賃、国土交通省が定めた標準的な運賃までには届かないでしょうけれども、普通に名古屋の運送業者が東京に運ぶ、きちんとした運賃出してくださいと、そういうことで、規制をかけてもらえる、こう公取が動いているってことは規制、法規制ということですからね。法規制がかかるという、そして下請けに不当に安い、運賃では請求できないように見張ってくださいみたいな、そういうまあどういう法律になるかわかんないですけど、そうなる、ということはやっぱりそれまでこれまでやっていた運賃以上にもちろん下請け三次請け四次請けみたいなところはなるわけで、これはね、すごくいいニュース、これは本当にいいニュースだと思ってください。
実際に、僕らの給料に跳ね返ってくるのは、まあ、法律が、法改正して法律がもう、施行され、施行されるのが、多分2025年だと思いますので、それよりも、まあ、何年か先になるとは思いますけど、これは本当にいいニュース。僕らの給料が、これはきっと増える。流れになる。そして、まあ、人手不足解消を謳っているということは、まあ、価格、ね、上昇分の価格転嫁も、もちろんあるんですけれども、それ以上に、儲けないと僕らの給料増えませんので、なので、そうですね、1割ぐらいは、給料増えるんじゃないかなと。運送会社、やっぱ、ここまで僕らね、耐えてきましたよ。荷主の横暴にも、今日はもう積み先で4時間待たされた、5時間待たされた、真夏なのにエンジン切れって言われたみたいなね。それで、じゃあちょっと休憩室あるんですか？休憩室なんかねえよ、みたいな。敷地の中、邪魔だから外で待ってて、後で電話するから、そして5時間待たされた、みたいなね。そんな横暴な人さんたくさんいました。そして運賃は帰りに運賃で、半額とか、なんだったら燃料代、紙代みたいなね、そういう会社ありましたけど、これからはそれができなくなる、できなくなるように法規制でガッチガチに固めてほしい。これ本当にいいニュース。給料が絶対ではないけれども、上がる兆しが見えた。このぐらいでいいでしょうか。このぐらいの。このぐらいの感じなんですけど、今までね、給料が上がる、手応えが全くないニュースばかりだったので、今回ばかりは、あと2年、3年ぐらいで、運転手の、まあ、年収、平均ベースありますよね。今、450万とか60万、平均でありますけども、1割、2割は、きっと上がるでしょう。はい、これは僕が期待しております。はい、本日は、ちょっと明るいニュース、運転手の給料がリアルに上がるかもしれない、その根拠をお話しました。本日以上です。ありがとうございました。ごきげんよう。